サリと玉ねぎのトマトスープ。小ぶりの玉ねぎに十字の切り込みを入れる。鍋に玉ねぎ、トマト缶、水、舞茸を入れ10分煮る。玉ねぎをひっくり返し、さらに10分煮る。アサリを入れ、コンソメ、ウスターソース、塩で味をつける。完成。